山本だからは、神戸出身の女性経営者。2016年、レンタルスペースやシェアオフィスとして利用できる、癒しの空間ラフラボを立ち上げる。現在、会社員から、子連れのママまで、様々な人が利用する。1990年7月1日、神戸市に生まれる。関西学院大学人間福祉学部、人間科学科卒業。2013年より2年間、 株式会社クイックという人材紹介会社にて、キャリアコンサルタント業務に従事。2016年、クラウドファンディングで出資を募り、ラフラボを創業。コワーキングカフェラフラボを、大阪市北区末広町で、創業2017年9月、株式会社ラフ、ラボとして法人化。代表取締役。フィッシュバーガー専門店、ソリューソルー開店。転2018年、 レンタルスペース事業開始。大阪レンタルスペースランキングで1.2位を記録2019年7月25日、女性経営者データベースサイトを運営する女性社長ネットは11回目を迎える女性企業家の祭典 J300 を各地で共催する J300 地域アンバサダーの一人として彼女を選定した。2020年1月30日、本間の学校。 第2回オープンスクールでゲストスピーカー。2020年2月9日、阪神南県民センター主催、若者向け創業セミナー講師。2020年2月29日、美人時計に類似のウェブ上のコンテンツ、キッズ時計がドリームクリエーションならとコラボしてランウェイショーを行う。MC。自分が好きなもので社会に貢献できることは何だろうって考え続けて、 最後に行き着いたのが、人が集まる場所作りたいということだったが、そこからスムースに起業できたわけではなかった。アルバイトを掛け持ちして貯金した。パックの納豆を安売りしているタイミングで大量に、買って、冷凍、必要に応じて解凍する、納豆と米だけの生活が続いたこともあった。貯金が100万円に達したところで、それを元手に300万円の融資を受け、 大阪市中央区震災橋で物件を借りてカフェを始めようとした。ところが親から心配だからやめてくれと涙ながらに止められカフェを諦める。27歳までにできてなかったら公務員になります。だからチャレンジさせて27歳までは待っててと親を説得企業に再チャレンジ。ありがとうございます。